令和3年5月19日、今日は水曜日でか、水曜日の朝です。皆様おはようございます。今東警察署の近くまで来てるのかな。明太子の金福っていうビルが今目の前見えてるんですけど、もう間もなく、近く、今通勤している事務所の近くに入ってまいります。今日もまたどんよりとした、梅雨ですからね、梅雨に入ってますから、ちょっと曇り空の中でも午後からちょっと晴れるとかいうふうには今聞きましたけどね、実際どうなんでしょうかね。まあでも気温はね、ちょっとね、明日朝から蒸してる感じ、はしますね。やっぱり梅雨の時期ってどうもね、ジメジメするからですね、いまいち気分も上がらないんですけど、まあね、ただ気温がさほど上がらなければですね、そんなに嫌じゃないですね、この曇り空っていうか雨が降る日はですね。でまあこれで気温が上がっていくのに雨が降る蒸すっていうのが一番ちょっと気持ちが悪い感じになるからですね、ちょっと苦手なんですけどね。できればもうこのカラッとした感じで曇りっていうのが一番過ごしやすいかなと、あんま暑くもないっていうね。まあ天気がいいに越したことはないんでしょうけどね、天気が良くても暑いとね、ちょっとね、なんか嫌だなっていう感じです。まあ本当ね、こうやって毎日、毎日というか週に3回、今火曜水曜木曜というふうに車で、通勤というか行ってるわけなんですけど、まあやっぱ車社会なんでですね、福岡の場合はですね、まだまだ、朝からね、この時間帯はやっぱ多いですね、車がね。どうしてもやっぱり、バス電車っていうのも走ってはいるんですけど、これ一部のエリアでしかこれ活用できないですよね、電車とかに関しては。バスはね、本当九州、西鉄はもうね、くまなく、網目のように、張り巡らしているのが、まあ、福岡の現状だったりするんですけどね。ただ、まあ、今ほらコロナウイルスであんまりバスの通勤で満車っていうかね、満員のバスに乗るのもね、ちょっとね危険な気もしますしね、なんか個人的にはやっぱり避けたいですね、密な感じがしますんでですね。まあ、それもあってか多分今車で通勤する人も増えてきたのかなっていう気はしてはいるんですけど、まあね、いかんともしがたいというか何とも言えない感じがいたしますね。まあ、今ね目の前に都市高速があって、外側外壁かな、なんかやり替えてんのかな、それとも全部、まあ、下もやってるんで、まあ多分もう老朽化が来てるんで、これ補修かなんかしてんのかなっていう気がしますね。なんか最初にねこの都市高速ができた時は僕が大学生の頃だったと思うんですね、20歳ぐらいにできて、当時ねこの通行料が350円だったんですよ。で友人がですね柏市に住んでおりましてですね、その友人の家に泊まり行ったり遊びに行ったりするときに、たまにやっぱ僕は城南区に住んでたんでですね、当時は桃地だっけ、西公園まで行って、その都市高速に乗って柏市で降りるっていうか、柏市浜でしたっけ、柏市かなで降りるっていうことをやってたのを思い出しますね。まだ車も買い立てで、まあそんなね普通高速ってやっぱ高いじゃないですか、普通のね九州自動車道とかでなくて、ちょっとねいい高速というか、都市高速の場合は街中しか走らないからそんな高くもなくて、350円って言ったら当時のね本当お昼を食べるぐらいの金額で、乗れてたからですね、よく利用してましたね。でもそれでもやっぱりね運転が好きな自分としてはやっぱ味気ないというか、ただ一瞬で終わるわけですよ、やっぱ距離をお金で買うというか、時間をお金で買ってるような感じだからですね。だからそういう意味では何だろう、やっぱり高速道路に乗るのも
まあ良し悪しっていうわけじゃないですけど、それはそれでまあいろいろとね、考えものだなと当時は思っておりました。嫌いではなかったんですけどね、ただ運転する楽しさはないですよね。一瞬に終わるというか、だから早く行きたいから使うっていうだけであって、実際はそこまで、ね、利用もしてなかったというか、時間に対してね、その運転するという感じがね、なんかこういまいち楽しめなかったというか、運転する楽しみというよりも、要は移動する時間をお金で買っていたというのが正しいとこではないかなと思いますね。本当あの頃は夜な夜なね、本当若かった頃もあって、20歳ぐらいですかね、もう35年前ですわ。もうその後友達ん家行って泊まりに行ってんですけど、飯食いこうやらなんやなとか言って、そっからまた久留米までラーメン食いに行くとかね、もうおかしいですよね、考えたら今。本当にもう本当若気の至りもそこまで来るともうバカですよね、本当にね。よくやってましたよ本当に。まあ多分それが若さという武器なのかもしれませんね。今も年取ってくると精神的にまあ成熟はしてくるんですが、やっぱ肉体的な老化というかですね、衰えがやっぱ激しいからですね、なかなかね厳しいですね。やっぱそういう意味ではですね、疲れが取れないというか、毎日毎日ね、日々の生活をするのに精一杯な感じで過ごしてるところだったりします。もういつまでねこんな感じでね現役で動けるのかなっていうのも最近ちょっと思ってたりしてたりするんですけど、まあ本当体が動く限りは仕事ができるのかなっていうふうに思っちゃったりはしてますね。うん、何が正解なのかよくわからないんですけど、まあどうなんですかね。まあ、やっぱり健康第一とよく言われたもので、元気があれば何でもできるというふうに、アントニオ猪木選手が前言ってたようにですね、まあまあその通りだと思うんですね、本当に。というわけで、よいしょ、昨日よりも今日はまたさらに一緒ぐらいかな、5分だから早く着きました。早く着いた。まあこの時期はね、もう本当あれですよ、はい、少々朝の時期がねどうしても混み合うんで、早めに動いて早く着くっていうのは本当ベストだったりしますね、僕にとっては。よし、着きましたので今日もここまでとさせてください。まあでは行ってきます。